全然とんでもないです、本当に。でちょっと大橋さんのことをお伺いさせていただきたいと思ったんですけども、はい、なんで政治家になられたんですか？なんで政治家ですか、はい、これはちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、大丈夫ですかね？もう僕ら真面目なんですよ、一応。いや、僕はもう政治家としてはかなりふざけた方なんですけど。大丈夫ですか？まあ、きっかけはやっぱりその当初の動画ですよね。あ、まあ、当時はまだ政治家でも何でもなくて、フリーのジャーナリストとして、はい、まあ、NHK 問題を扱ってて、それをまあ YouTube で発信していったと、はいはいはい、それをまあ僕がたまたま、本当たまたまなんですけどね、 YouTube でその関連動画を、おすすめ動画が出てきて、それを再生してみたら NHK とこう対峙していったという、そこでまあ初めて NHK という組織がおかしな組織だってことを知って、はい、もう当初の動画をこう毎日毎日見てもらって、はいはいはい、で当時は当然僕ら政治には縁もゆかりもなかった人間だったので、もう単純に純粋にもう当初の活動を応援したいなと。でそうやって見ていくうちに、その1年後ぐらいに、まあ、当初が政治団体を NHK から国を守って立ち上げていまして、まあ、そこでも僕はもう政治家なんてそんな人間携わってもないわけですから、はい、まあ、あくまでも応援させていただこうと、はい、いう立場だったんですけども、当初が当時船橋の市議会議員で、そうですね、2015年の4月ですね、はい、当選された後、ちょっと僕が当時もトラックドライバーだったんですよ、はい、でお仕事させていただいて、2015年の6月頃ですね、当初が船橋の市議会議員に当選された2ヶ月後ぐらいに、高速道路で本当にトラックが全損するような大きな事故をしまして、もともと妻からトラックドライバーの仕事をちょっと反対されてて、やっぱりこういった事故で自分が1位、遠距離ですか？中距離ですね、もう関東甲信越をずっと配送してたんですけど、まあ、今回 その事故をしたことをきっかけに、ちょっと一念発起で、はい、NHK 問題を政治家という立場で、取り組んで、まあ、投資の応援ができればということで、ちょっと勘違いで誤解しました。なるほどですね。なるほどな。ちょっと真面目ですね。いや、もうずっと真面目なんですよ。本当に。この果たし合いチャンネルはもう基本真面目で。そうなんですか。いや、もう煽り動画作られるときはもう思いっきりやろうと思ってるんですよ。もうそれはもう、それは真面目にまとめるんですけど。いや、私ちょっと私のあれなんですけど、最近、はい、ニュースピックスの難波さんの、はい、講演にお邪魔させていただいたら、はい、NHK のそのいわゆるウィズコロナのスポーツ観戦みたいな、スポーツビジネスみたいな特集で取材に来てて、で僕がそのいやアマチュア格闘技イベントをやっておりまして、はいはい、でも正直その集客は、はい、アマチュアイベントにおいてはすごい苦労があって、で収益をいただくのももうめちゃくちゃ大変で、黒字、まあ営業利益にプラスでも経常利益ではその人件費が絶対赤字ですよと、はい、でそんな中で、はい、集客しなくてもいいっていうスタイルがコロナでできたんで、あ、そうなんですか、まあ、できないっていうか密、ああ、そうだ、そういう意味で、はい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 、だから全て そのスポーツが、はい、いわゆるソーシャルディスタンスを作りながら観戦するっていう流れができたので、これはアマチュアに追い風間違いなくと思って、なるほど、そう思って見てたんですよねって話では結構真面目に言ったんですよ、はいはいはい、でもう当主と後藤輝樹さんの試合の後にその NHK スペシャルの前奏が僕に取材に来ちゃって、僕真面目なこと言ったもんだから、どんなイベントなんですかって聞いて、それ話したんですか？一応果たし合いっていう名前で、はいはい、でまたそれあるので、はい、来週再来週あたりに、はい、果たし合いっていうイベントなんですけども、はい、ちょっと見ていただいてからいろいろ調べたいなと思ってっていう話はさせていただいたんですけど、なるほど、そうなんですよ、なかなかな、こう、なんですか、因果ですかね、なんかね、寄っちゃうんですよね、きっとね、そうなんですよね、あ、なるほど、あと、そのNHK の問題って本当に立花投手がもう何年にもわたってずーっとやられてて、僕は正直立花投手の初めての動画見た時に明らかに怖い人だと思いましたもん、正直部屋の電話でこう伝達系の、なるほど、いや最初初めて動画を見た時には怖いよ、
俺の怖いキャラクター、怖さと出会ってマジでこんな人がいるんだと。何年前ですかそれ。いやもう相当前にこういう方がいるんだ、はいはいはい、で、はい、絶対この人やばい人だろうなっていう思ったら、なるほど、はい、そうなんですよ。そしたらだんだんそのシールが広まって、はい、なんかどん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 こうイメージが変わっていき、はい、なるほど。あと今あのニュースの解説とかも結構うちの社員とかも結構分かりやすいっていうおっしゃっていらっしゃって、はい、全然イメージが変わってしまっていたんですけども、はい、僕はそんな中で今の例えば高校1年生とかその若い子とかは、はい、あの NHK もでもみんなネットの子なんで、はい、あの立花さんのイメージばっかり今度逆になってるような気がするんですね。あ、NHK といえばってことですか。そうです NHK といえば N 国みたいな。なるほど、はいはいはい、そんな気もするんですよ、はい、あの若い子ですよ、はい、で僕その中でその今まで集金の方の言い分とか NHK の言い分ってあまりクローズアップされてこなかったような気がするんですよね、はいはい、僕らもまさか手を挙げる人がいるとはまあ正直思わなかったんですよ。本当に集金なんですか。あの元集金です。いやそれガチなんですね。ガチです、ガチです、ガチです、集金です、はい、詳しかったです。正直もうあこれ間違いなく本物だと思いましたね。もう極めて真面目な営業の仕事をされていて、で、長野県を中心にやってたらしいんですよ。で、なんで長野なのかっていうのもまた面白くて、はい、95% ぐらいがあの NHK 加入者らしいんですよ。うん、だからごく稀にいる、はい、加入者じゃない人には取りやすいと。あ、そうですか。まあみんな取ってますと。そうそうそう、契約してますと。みんな取ってんですよ。なるほど。大衆圧力、マーケティング的にいいぞと。東京だと、はい、50% 行くか行かないかみたいなので、はい、すごい難易度が高いみたいな。なるほど。話をされてて、はい、で、立花党首含め NHK から国民を守る党については、はい、どうだったんですかっていうのを聞いたら、はい、もうとにかく件数を稼ぐために、はい、もうそれを出されたらすぐ逃げると、はい、次と、はい、営業は足っていうけどもあれは完全に営業の仕事です、はい、で、あと狙うのもその初めて行くところではなく、はい、過去に払っていた人を狙ってお引き去りが事務的にできてないんじゃないかというですね、はいはいはい、それでとにかく件数を稼ぐの、はい、でもとにかくN 国はきつかったと大変だったと。あ、そうですか、はい、あもう全然流れが変わったという話を。あ、じゃあ結構長くやられてた方なんですね。そうですね、はい、もう体がでかいです。どれなんですか。190。マジですか。でもあの体重はそんなないですよ。あ、まあ細いですもんね。はい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 。格闘経験はゼロ。あ、そうですか。今から練習する。いやー、格闘経験のある方が良かったな。え、マジですか。ぶっちゃけ、はい。桜井誠さんにもオファーをかけたんですけども。ちょあれですか、だから、いや、返事はあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、取材はあの最初は別に参戦オファーするわけじゃなく、はい、ご挨拶から言ってるんですよね、はいはい、本当にそうなんですよ、はい、ご挨拶をさせていただければと、それを機会にちょっと取材をさせていただければと思って、はいはい、何かその金銭に触れるようなあの心の、ね、金銭に触れるような戦うテーマを思いついて、うん、そじゃあこんなテーマでどうですかっていう、だからいきなり試合でっていうよりは、はい、なんか戦う意義をっていうのを結構、うん、そこが重要だと思ってやっていたもので、はいはい、だからご挨拶です、あそれで取材をって言ったら取材はお断りしますよ、ね、って門前払いです、はい、で桜井さんの YouTube でも、はい、結構もう大笑いしながら「はい、史上見ましたよ」みたいな。あ、そうなんですね、はい、あ、そう見てたんだ。そう、出てたんですよ。あ、そうなんですか。もうで結構和やかに大笑いしながら語られてたんで、はい、立花さんに渡した果たし状で、はい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 、あ、これ結構いい雰囲気になるかもしれないなと思って、この度はありがとうございましたみたいな感じで、はい、もう一回こう、うん、メールを送ったらですね、はい、迷惑なので勘弁してくださいって言われて、迷惑ですみたいな。建前で本音なんでしょうね。ちょっと残念だったなと思ってですね。あ、そうですか、はい、まあ、口喧嘩でもいいと思うんですけどね。そうなんですよ、はい、そういうのダメだったんですね。
そうですね、まあ、またちょっとあの頑張ってみようかなと思うんですけど桜井さんはできんじゃないですね桜井さん、桜井さん、ここですか。あ、じゃなくて、あの、果たし合いの場合は果たし合い、まずちょっとあまり接点がないもので、接点を、そうなんですよね、持たせていただきたいですよね。そうですよね、だって、スタートしてるの持ってないですもんね。